それでは閉会の挨拶鈴木拓哉日本人会会長よりご挨拶を賜ります鈴木会長よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ皆様お疲れ様でございました一言ご挨拶させていただきます高いところから誠に申し訳ございません、えー、早いもので ッカー日本人会春祭り今回で37回目を完了いたしました、えー、皆様お忙しい中日頃の練習の成果を発揮していただきまして誠にありがとうございましたそして日本人学校並びに幼稚園の皆さん本当に素晴らしい本当にありがとうございましたもう感激で胸がいっぱいでございますそれから今日先ほどメッセージございましたが実行委員長の方田 理事、片田実行委員長がです、ね、急遽ご帰国されまして、彼は昨年秋からこの春末りに向けて準備万端で進めてこられました、この場にご不在になること、われわれ残念でございますが、ご自身が一番残念であると思います、皆様、ここから片田さんに届きますように、大きな拍手をお願いいたしますこの拍手が必ず片田さんに届いていると思います、本当にありがとうございます。 それから今日この場に向けてですね日は努力してくださいました実行委員の皆様それから日本人学校の先生方本当にどうもありがとうございました厚く御礼を申し上げます演目は今年は大使館の大使以下皆さんが素晴らしく本当に感激いたしました今回は 商工会並びに JICA、えー、の皆さんの演目はございませんでしたがまた来年もしかしたら復活するかもしれませんそれは折を見てまた皆様で、えー、考えてやっていきたいと思います、えー、屋台ですけれども、えー、早々に各屋台が売り切れてしまいまして本年度は非常に消防が繁盛でございましたありがとうございますそれから最後になりますけれども、えー、皆さんご起立お願いしますすいませんありがとうございます えー、今年度の皆様のご検証と、それから日本人会、ダッカー日本人会、それから今日お越しの、えー、チッタゴ日本人会の皆さんのです、ね、ますますの発展を記念しまして、最後に一,一本締めをです、ね、させていただきますので、よろしくお願いします、お付き合いください。じゃあ、皆様、ご賞をお願いします。よーっ ありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました本日はお付き合いいただきありますありがとうございましたありがとうございました以上をもちまして第37回日本人会春祭りを終了いたしますありがとうございましたありがとうございました。